はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズナウシカドです。はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズナウシカドです。はい、今回は、はい、本来ですね、爆裂、新爆裂のギミック要素、これちょっとね、していこうかなと思います。はい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 、ギミックだけ、そうギミックだけ、OK、まあ一応、はい、ね、あ、個別も出ない、そうそうそう、もう図鑑にあるのか、図鑑にあるから、はい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 、まあ、とりあえず今回ね、省きまして、はい、まあ、軽くあとで喋りたいことがあるんで、そうね、ギミック予想していく、はい、まあ、一応初回降臨ね、うん、来年1月2日月曜日の8時半から22時半と、はいはい、きますね、はい、ほら、ついに、まあ、まずね、水したね、普通にね、ね、うん、で、まあ、一応ゲームズ全体予想、うん、これです、はい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 、うん、まあ、竜の出来は出るんじゃないかと、あー、なるほどね、まあ、これはあれですね、前回、アルカディアの、新、あ、神籠かに、まあ、このなんだ、まあ、羊みたいな敵が出てたの、うん、ね、実際にそのイラストに描かれてたものが出てて、うん、まあ、今回もね、うん、本来、うん、その神籠にこの竜の穴みたいなのが出てるから、これがまあそのなんかこういう風に雑魚として出てくるのか、もしくはね、うん、V になってんのかなっていうのは、はいはいはい、あるんじゃないかと予想してます。それはありそうだよね、うん、アルカディアもなんだかんだ V あったからね、あったもんな、うん、2つ攻撃力アップしていくんだよね、あれ。それでね、結局また弱点がそれでまだ攻撃できないよみたいなのはあるかもしれない、うんうん、ありそう、はい、はい、でまあね、うん、かぐや姫の話に実現するのは蓬莱となるほど。でかぐや姫との結婚条件として求められた男性は偽物の玉の枝を作り、結果として嘘がバレてしまった、うん、よくわかんない、ステージに浮かぶ玉の壊して本物を出現させてから出ないと蓬莱にダメージが入らない。あ、なるほどね、そのなんか物語にちなんだよ、はいはいはい、そうなんだ、じゃあまあ順序があると、うん、なるほどね、あ、かぐや姫関連なんだね、あるんだね、確かに、まあ、いろんなのがあるんだろうね、蓬莱、うん、ね、それ仙人とか仙境とかいろんな、うん、あ、海の上にあった、はい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 、ね、仙人が住む秘境とか言われてたりする、あ、蓬莱ですか、そうそうそう、へー、そうなんだ、だからじゃあかぐや姫が出る可能性は高いと、うん、あ、前回のアルカディアのハトホール枠でね、あ、確かに、かぐや姫の水色の、あ、水バージョンみたいなのありそうだね、普通に、うん、はいはい、そうだね、うん、まあ回復とかしてきそう、確かに回復か、うん、確かに、まあ一応そうね、うん、はい、はいはいはい、ブロックと、あ、すげえ合成したのかこれで、そうだよね、こんなステージないもんね、ブロックに囲まれてるってやばくないですかあれだね、だから、うん、その山なんだよ、蓬莱山っていうのが、はい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 、で、うん、登ることが一切できない、うん、崖でできていたとなると、うん、でこれをもうそれ表現するのであれば一切ね攻撃できないようなブロック、あー、うん、なるほどね、いやでもね、うん、ブロックは、うん、まあ、アルカディアの流れを組むんであれば考えら、うん、考えられる、はいはいはい、うん、地雷ワープかなともちょっと思ったけど、あ、地雷ワープ、うん、あの、まあ、ブロックウィンドが一番怪しいんですよ、これがまあ第一候補ですけど、うん、俺その次に怪しいのはちょっと地雷ワープかなってちょっと思いました。地雷ワープ少なくないですか、少ないってか地雷ワープって大黒、うん、で多分ね、ここまで毎回毎回予想してきてね、うん、最近すごい思ったのが、お、そういうのいい、いつも予想してるじゃないですか、はい、まあ外れるじゃないですか、もういつも毎回毎回残念だけど毎回外れるじゃん、残念なんだけど、僕は私もね反省しまして、自分だって今まで出たことがないギミックとか、この流れがあるからこのギミックって言ってるじゃん、うん、じゃないと思うんですよ多分ね、運営の方が決める方法は、うん、多分適正のモンスターから決めてると思うんですよ。あ、なるほど、そうで爆絶ってかなり少ないじゃないですか、適性が、なんでパッて出てくるのが、うん、貴属性の麻酔ワープって超少ないんですよ、貴属性の麻酔ワープ、そうめっちゃ少ないんですよ、神ガブ、うん、マリシテン、うん、弁慶とか、うん、少な、うん、あとセイレーンとか飛行ワープだけど、うん、だったり、まあ、ちょっと後でね、うん、普通に相当してちょっと、ね、はい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 、また画面切り替えて突っ込みようと思うんですけど、確かにちょっとねそれもあるのかなって思う、モンスターからの方が逆に、うん、てかそうだよね、てか、うん、アルカディアでもそうでし、まあこれまでよね、うん、っていうかまだこれ流れの話になっちゃうかもしれないけど、はいはいはい、結局最初むっちゃ少ないギミック体制とかアビリティだもんね、平気でそれやってくるから、逆にじゃあ逆に少ないやつらから、そうなんじゃないかなって、そうした方が確かにそれはあるかもしれない、うん、でちょっとね、うん、流行りというか、なんかね、うん、その最近出たモンスターから、ね、はいはい、じゃあここでちょっと画面切り替えますんで、うん、切り替え、はいはい、はい、じゃあ、ね、ちょっとね、もう図鑑で非属性にして、うん、さっき翔さんが言ってるのからいこうか、はい、アンチワープマイス、はい、で超少ないっすよ少なくね、はい、で飛行アンチワープにするとちょっと増えるんですよ、飛行アンチワープにしようか、うん、で枚数飛行にすればいいんですよ、はい、だからそれでも結局そう、だからちょっと怪しくないですか、
怪しい。でちょっとガリバーがいけそうなのも、ガリバーって今ナンバーさあれあれじゃん、目立ってないじゃないですか。なんでちょっとなくはないのかなって思ったところもあります。しかも友情も阻害されないしね、ショットガンだったら。そう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 、なんで若干あるかなってのは思った。で神ガブがまだ来るんじゃないかなっていう。確かに、うん、あのパンドラがハマるは多分まずないと思うんで、うん、まあ属性さすがに最初はね、うん、やっぱ、うん、パンドラ無理だと思うね。爆絶は、ね、爆絶は無理なんじゃないかな、さすがに。でね、この前のアルカリアみたいに、うんうん、あんだけえげつない属性の火柱みたいな、今回は、ね、はい、あれあったらやばいですけどね。ね、うん、新ギミックというかもうその宝来限定であったりするともうお手上げだから、うんうん、とりあえず他の属性はね、うん、ちょっと危険かなっていうんで。危険ですね、うん、やっぱ耐性がやっぱでかいんですよ。確かにな、ああいうところは本当に。なんでちょっと、まあ、今回のアルカディアっていうアトランティスが耐性持ったように、うん、神々ヒットポイント低いって言っても耐性がちょっと恩恵もらえるのかなっていうのと、まあ、まだまだ使えるよ、ね、うに、ん、いやまだまだまだっていうか、そうまだここでまた神々みたいになる気がする。いや確かに、アルカディアちょっと、あほらね、うん、あほらほらほらちょっとまたガブ来るんじゃないかなって思ってます自分は。でマリシテンうまく使えて、確かにね、ありそうめっちゃありそうっす。まあ、回復エストもついてるもんね、うん、まあ、今回一応ね、はい、ハートはあるみたいなんで。そうですね、うん、ホーラーに関しては回復が別に重要視されるわけじゃないんだよね。はいはいはい、マリシテン、うん、で変にね、ワープだったらベルフェとかじゃないですかね。でワープだけっていうのは多分ないと思うけどね、ニラカナと被るから。うん、うん、そうね、うん、多分地雷ワープとかうわだったらちょっと嫌だなって思います。地雷ワープでこんだけか、うん、はい。じゃあ次ちょっと、はい、ウィンド見ようか。ウィンド見ましょうか。あでも、ね、いやうちはでもアンチブロックをしてるからやっぱアンチブロックでしょ、はい、アンチブロックです、はい、なアンチブロックも、いや俺ねこれも怖いっすね、めっちゃブロックも。だからブロックが一応濃厚じゃないですか、うん、ウィンドがブロック、うん、でブロックちょっとあれかであったからウィンドによるかもしれないですけど、もうどっちかでしょう、ブロックも少ないな。ちょっと見てほしいやつがあるんですけど、左から2番目の上から2番目っすね、うん、はい、こいつちょっとうまくできてくんないかな。確かにこいつだって、こいつアンチウィンド持ってんじゃん、うん、そうですよ、こいつウィンドブロックの出しているなんですよ。でもステータスがもうバカなんですよ、あの低い方にねスピードはめっちゃ高いんですよ、ダッシュエールのおかげ で、うん、で今までさ、これにダッシュエールなかったって考えてみてもクソだよ本当弱すぎだよ。でもこいつあるよ、うん、なぜあるか本当にありそう、うんうん、こいつね、カンツォーミングなんですよ、うん、そう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 、で3345で、うん、今回ね、どうぞ他のやつも、はい、他に行けそうなやつもみんなカンツォーミングだよ、こいつも。ああはい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 、はい、で北斎も宝石のカンツォーミングだ。確かにね、あると思う。てか北斎やばい、今回北斎やばい、北斎もやばい今回。北斎じゃん、どっちか結局ハマる可能性十分ある、うん、でもさすがに貫通友情芸人ではなると思う。いや、なんないと思います。爆裂ないよね、はい、多分ホーミングは爆裂はこれまで。ああ、ね、そうね。でもアルカディアもさ、結局ザコ処理した後は割とホーミングよ よかったじゃないですか。そう、そういう風にはなるかもしれないですね。ああ確かにね、うん、そういう削りはね、うん、いやでもなんか最近直殴り押してきてるからね、うん、極端に友情ってことはないと思いますけど、でも共通点はありましたね。そうね、あとまあ今言ってるけど北斎、はいはい、北斎ありそうだな平気で。北斎も結局そうね、耐性持ってるし、うん、貫通シールド、うん、まあ、当時のガチャで外れって言われてたモンスターがさ、爆絶で帰りがザックが多いから、うん、そういうパターンあるから、北斎はある。誰を適正で中心作ってくるかって言ったらやっぱミョルニルありそうだよね。ミョルニルは、うん、マジでありそう。これはね、他の人も結構ね言ってるんですけど、うん、まあ、どっちもねアンチブロックは持ってる、はいはいはい、うん、そう、片方メテオでしたよね。メテオ、こっちがメテオだ。そうだ、はいはい、で、うん、まあ、進化はねこの前の弱点ヒットなんだよな、ね、これもなんかアルカディアつながりで怖い、ね、貫通初めてなんですよ。あマジ、じゃあ絶対紛らせられるじゃん、はい、そう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 、自強化でプラス麻痺絶対入るから、しかもクリティカル。そうだからこれが俺欲しいって言ってたよ、うん、のミョルニルですね。しかもこいつ神ガブ並みに捨ていいんだよね。そう、これめっちゃ捨ていいんですよ、こいつ。しかも、うん、そう、捨て化け物なんですよね。これありそうだよね本当に。確かに、あるとしたらこっちじゃないかなってちょっと思ってましたけど。もう一個何、あこっちもブロック持ってんの。こっちもブロック持ってんの、ね、全然いく。こっちもありそうだな、てか両方ありそうだな。しかもこいつかも、うん、もしねもうほぼほぼ動けるだろうから、うん、雑魚処理すごい優秀だよね、多分メテオね、どんぐらいのまあ HP かまだ分かんないけど、うん、これあれね、ミョルニルはどっちも入れたい感あるな。やばいなこれ、
どっちも入れときたいから。これ来る感あるなめっちゃ。こっちね、うん、最後ボス戦助かるし、助かる。こっちも雑魚処理いけちゃうから、はいはいはい。しかもニルバーナみたいに弱点中央だったら落雷刺さるからね。確かにね、ゆっくりでしょ、気弾でしょ、気弾強い。これね、砲撃型の気弾めっちゃ強いですよね。そう、やりそうで怖いな。ちなみに今言った葛飾北斎ミョルニル両方持ってないです俺。マジ、うん、両方持ってない持ってるけどミョルニル一体しかどっちかで、さちょっとコッコ見てほしいんですけど、これも怪しいよねあからさまよね、コッコはあからさま、うん、これありそうよ、まあ、これはね、1日のゼロ時降臨か、うん、ゼロ時降臨ですね。で新年だから来年の正月の新降臨で来るんですけど、何が怪しいかっていうと1日の12時から来るじゃないですか、うん、その日にもう1回来るんだよね、うん、だからこれを2時間2回2セットの降臨で頑張った人は運枠で使えるよっていう、うん、なんかそういうメッセージにも見える。でしかも爆発で SS ドラムがあっても十分でしょう、うん、十分だね、降臨だったら、これ降臨だったらこれ作るでしょ。ましてやね鳥族、うん、これはレアだサンゴかな、サンゴプロメテウス輝くのかな、はい、これなんだよ、うん、ここ何文がにしようかな、うん、こいつコケコッコハゴイタショットって言ってますよコケコッコ言いづれえな、こいつ何文がにしようかな、ここちょっと考えたら鳥でいいんじゃないですか確かにはい、ということでね、コッコもうちょっと怪しいんじゃないかなと思ってます。だ着地点としてはどっちかだよね、マイスイワープかブロックウィンドだよね。マイスイワープかブロックウィンドか、うん、いやでも適正は本当にこういうなんかこんなもんになると思う最初、はい、ウィンドだけはちょっと待って、うん、ブロックだったらクシゼロがいけるからね。神キラーだよね。神キラーもそう、神が神かご神だから。あ、そっか、ペルがウィンドだったら。シャンバラ。ペルってウィンドも持ってるんだ、ね。ウィンドワープですね。スワビで。はいはいはい。シャンバラ運枠にしてくること多分ないと思うからまだ。シャン、いや分かんないけどね、うん。シャンバラ。ここでいきなりぶっ込むかな。まあなくはないですけどね。うん、でもまあウィンドかな。ウィンドはね。うん。自分ないと思う。俺もないと思います、ね、あっても、うん、なんだろう、対策しなくていいやつだと思う。めっちゃむずいじゃないですか、ウィンドウ出たら。対策してない時としてる時の差が激しくしちゃったらかなり難しいクエストになるんじゃないかなっていうの で俺はちょっと地雷ワープをしたいですね。地雷ワープ、まあ、ブロックは、まあ、濃厚っちゃ濃厚ですけど、さっきのなんか物語的にもなんかブロックらしいですね。あのなんか蓬莱とかかぐや姫とかのそこから予想するともブロック確定らしいですね、まあ、悩みますねこれ。初見むずくないですか。初見むずい、はい、どうしましょうか。まあ俺クシゼロできますよ、そしたらマジ、うん、自分ミョルニル、まあ、ミョルニルは外したくないですね。一体ですよね持ってるの。一体、はいはい、か、うん、うーん、パール入れるか北斎入れるか迷うんだよな。パール、うん、あー今言ったやつ両方カバーしてる感じか。そうね、MSL か。でも弱点倍率かかってたら超強そうだよね、ニラカナみたいに。そうね、はい、もともと捨て超いいですからね。そう、捨てゲーになったら、ステータスゲーになったらパールとミョルニルはやばいと思います、うん、北斎だって捨て超悪いですよね確か。北斎うん悪い、よくないですよね捨て、うん、あ別普通か。あれにしようかな、じゃあ自分ミョルニルと神ガブ連れてこうかな、うん、あ神ガブいいじゃないですか、照明量結構あれもあるし、うん、ミョルニル神ガブ、そうかな自分、俺がペンシルベース、うん、クシゼロマジ初見降臨で、いや大丈夫、俺真剣に話して、あの俺ちょっと、いやじゃあ当ててもらうしかないわ、はい、明日っていうかも、はいはいはい、当たるでしょ。何がですか。ガチャで。あ、そういうことそういうこと分かった、じゃあ引けばいいんですね。あれね、俺ミョルニルこっち持ってないの。あ、俺ペルむしろこっちしか持ってないです。進化作ってない。こっち入れとくってもなくはなくない。あ、じゃあペルでいきましょうか、うん、じゃあペンシルベースペル、ペンシルベース、ペンペル、いやペンシルベースやってるんだよ、ね、普通にいけると思うんですよ俺。マジ いけると思いますよ。だったらシャンバラ連れてきてほしい。じゃあ分かった、シャンバラ、シャンバラとあれできますか、ペルでいきます。いやちょっと心配になってきた。そっか持ってないのか今回、やばいな。今回俺何も持ってないから、いや明日絶対引いてもらうしかない。結構辛いっすよ本当。しかも明日も俺大して回さないから、ルシ出たらやめるし多分だから分かんないっすね、うん、ってことで、はい。ナチョス持ってたよ。ナチョス持ってます。ナチョスは、ナチョスでもいいっすよ、反射っすよね、うん、ヒットストップできるよ、うん初見で
初見でいきます。あ、じゃあまあ連れてみましょうか。ナチョスでもいいっすよ。わかんないね。でもまあ今回、うん、そうね、まあでもまた悩んでね、あの初見版はね、ライブ配信とか結局ね、そうそうそう、初見は爆説無理だから。うん、爆説は無理よさすがに。うん、最初の30分は結局そうそうそう、キャラ定めが、ね、定めてね、パーティー定めて、うん、ある程度情報を仕入れる時間にはなると思うから、そんなに無理はね、その新年一発目なんで、うん、無理はせず、ちょっと堅実にね、堅実にね、行こうかなと思って。勝ちに行きたいですね。勝ちには勝ちたいのある。いや、私、ミョルニール感やばいな。ミョルニール感がやばいっす。うん、まだブーやってましたっけ、ガチャ。終わった。終わったか。はい。はい、ということで、まあこんな感じかな。うん、あと、ちょっと、個別行ってもらっていいですか。あの、ある。ほれ、まあ、飛行ブロック、はい、飛行案内ブロックですね。でパッて正画面をちょっと開いてほしいですね。これ拡大貫通録音スピーカーってかなりいいじゃないですか。これやばいよね、うん、これでもまあどう考えてもアルカディア使えるじゃないですか。使える、うん、でもね、大号令がね、動かした味方アンチブロック持ってないから雑魚勝利にしか使えないんですよね。スワビでほとんど持ってないよね。そうそうそう、全ゲージで持ってるんで、うん、大号令でみんなブロックをカンカンして、だから雑魚処理に使うって感じなんですけど、これはめっちゃ強いと思う、うん、アルカディアにめっちゃ強いと思います。ただ1体かなっていうイメージ。そうね、うん、1体ただ分かんないですけどね、この友情がどれぐらい出るか分かんないんで。確かに、まあでもうーん、6万神でしょ、神でしょ、神ってあれだって別に誰とも組めないしね。あー、小次郎は侍だもんね。そうだから、え、でも強いのは間違いないっす。イザナミゼロとかやばいだろうねこいつ。あー、確かに、うん、とりあえず多分強いんじゃないかなと思ってます。クエストも難しいと思う、うん、難しいんじゃないかなと思ってます。難しいかな、相当難しいと思いますっていうイメージがある。まあ、どういうゲームになるかですよね。カンカンゲームみたい なんか、そうなんだ、狙って反射弾くゲームだったら割と頑張れそうな気がするけど、エデン再来だったらちょっとやばい。うん、まあ、もしくは、うん、でも貫通ゲーだったらそんなに難しくないんじゃないかなと思う。やかな貫通ゲーみにやかなみたいになったら、はい、割かし難易度は、あ、なるほど、ね、下がるんじゃないかなって、うん、そう、これまでやっぱね、いや、カンカンのやっぱ難しい、まあ、エデンもね、うん、結局もうサタン出ちゃって貫通で、うん、みたいになっちゃってるけど、やっぱカンカンの方が難しいから、これまでの、まあ、そうですね、うまくいかないですか、ね、結局アバロンが今一番ね、結局なんだかんだ難しいって言ってますね。シャンバルから、シャンバルかななってるから、うん、確かにね、結局難しいキャラ積んでも勝てないのがカンカンゲーですからね。そう、まあでもちょっと楽しみですね。めっちゃ楽しみ。このスペック超欲しいですね。大号令久々来たじゃん。だってクシナダ以来でしょ、うん、クシナダ以来、まあでもクシナダほど号令ぶっ壊しては来ないと思いますけどね。あ、マジ 1.8.1.8 で、まあちょっとこれ楽しみにね、うん、挑みたいですね。早く使いたいな、この人。確かに可愛いんすよね。あ、ボイス聞けんじゃないですか。聞けるよこれ。なんかでもちゃんとしたこと言ってんだよね。あ、そうなの。そう、なんかみんなちゃんとしたこと言ってるでしょ。ちゃんとしたこと言ってるでしょ。新構えもね、え、超可愛いじゃないですか。可愛いけど、なんか、ね、新構えもなんかね、優等生ぶったこと言ってんだよ。あー、ぶってるタイプか。ぶってるタイプって何。アジン族なんだね、新構えは。はいはいはい、まあてなくらいですか。自強化、飛行、拡大ロックの衝撃化、これいいっすね。進化前も普通に強そうっすね。強そう、うん、話しよう、はい、いやー、早くやりたいな、ほらマジマジ今回ってますからね、カメラはい、はい、ってぐらいっすか、ぐらいかな。うん、借地どうします、ブロック、ブロックウィンド半々、ブロックウィンド半々、ウィンドか、ウィンド来るかな。ウィンド来たら面白いですけどね。でも分かんない。まあね、うん、あとそれかさっき言ってた、うん、マイスイワープ、マイスイワープを絡めるか、うん、ああ、いやそれ分かんない。あ、どうなんだろう、シンプルじゃないギミックになるってことですよね、うん、まあどうなるかは分からないですけど、うん、まあでも絡まったらきついですね。絡まったらもっと幅もあるから、いや、ワープブロックとか地雷ブロック絡まったらやばいよ、もういないよ多分。ううだってミョルニル神化ぐらいしかいなくなるよ。だってもう、うん、あ、でもね、エメラルド神化がね、飛行ワープブロックなんですよ。あ、そう、あいつ地味に、そう、あいつ意外とねトリプルアビリティなんですよ。そうそうそう、フレームはどうしようもないけど、うん、だからまあその辺のそこまで狭くはしてこないと思うんですけどね。マジ、うん、
あの何飛行ワープブロックみたいな、そう、うん、地雷とワープとブロック全部出るみたいなのないと思うけど、それがどれかしら出現量が低いか、うん、エデンの地雷みたいに威力が低いかとか、うん、そういう対策はあるかもしれないですけど、まあ分かんないっす。結局どうせ新ギミック出るから、それに加えて新ギミックはやっぱ出るだろうね。出ますね絶対。で今とこ全部出てますもんね。アバロンぐらいじゃないですか、純粋に出なかったの。アバロン、アバロン何も出てないっすよ確かに、うん、ギャラクシーがどっかから分かんないとこからワープは来たけど、そうでどっか分かんないとこからレーザー送る画面外から攻撃が来るっていうのは初めてかもしれないけど、にらかな割合とかあったもんね新ギミックで。あった、はい、ぐらいっすね。はい、はい、ってことで、まあ、初見攻略もやりますんで、うん、あの初日攻略か、はいはい、よかったらね2日、はい、ね2日の、8時半から、8時半から、はい、ちょっと前から始めるかもしれないですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。お時間合う方はご覧ください。お願いします。はい、いい年収を聞きたいですね。いや本当そう、うん。確かにこれちょっとね、うん、ボコボコしてこれやだよね。これ消えたくさいさ。そうなんだよ、ね。これなんかだってせっかくね。これでボコボコにされたらやばいよね。これでなんかそう、うん、マイナリファンドル当たっててもなんか決まり悪いよね。うん、確かに2日でこれちょっとなんかねおつやみたいに。おつやみたいに。いやねでも2時間負け続けは。そうだよね。うん、はい、嫌になるんでちょっとぜひ、ね、頑張ります。一発目なんで、ね、はい、勝ちたいんでぜひね、うん、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまあね、ほんとでもまあ2週目、うん、いきなりね爆裂2週目女子高生嬉しいって人はね、うん、チャンネル登録、はいはい、多いんじゃないかな、まあ、でもこれいっぱいいるでしょ、かなりね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Twitter2人でもやってますね、フォローお願いします。お願いします。じゃ今回もゲームズ RPG スタジオ4からお送りしました、はい、ナウシカの王でした。シロでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。